アーノルド・トインビー・アーノルド・トインビーは、イギリスの経済学者である。産業革命を学術用語として広めた歴史家であり、世界最初のセツルメント、トインビーホールを起こしたセツルメント運動の発起人の一人。時に、セツルメントの父とも呼ばれる。イギリスの歴史家アーノルド・ジェート・インビーの叔父。20世紀最大の歴史家の一人に数えられる、アーノルド・ジェート・インビーと区別するため、 老いの方には、ミドルネームのジョセフが入れられることが多い。ロンドンの著名な耳飼で、英学シーン会員であったジョセフト・トインビーの次男として、生まれる。幼年期は主にウィンブルドンで暮らし、博愛家で、苦悩の神秘の著者ジェームズ・ヒントンの影響を受ける。正規のパブリックスクールの教育を受けず、ギリシアラ県の古典より、近代の文学、哲学を好んだ。ミリタリカレッジに入学するが、 生来の巨弱のため2年にして去る。18歳の時、海岸近くの壁村に読書に没頭して1年間を、過ごし事故の生涯を歴史哲学の研究に捧げることを決意する。1873年、オックスフォード大学に入学し、読書と友人たちとの議論により、刑事上学から宗教問題、経済学へと関心を移す。この変化は、 ジョン・ラスキンの著作に多くを追っているという。1878年、ベリオル・カレッジの学生館と講師に就任する。学生館として、インド行きの文官養成を任され、講師としては1881年10月から1882年5月に、オックスフォードのオナーヒストリー・スクールで、イギリス経済史に関する連続講義をした。他に、旧品法管理委員会。 共同組合委員として活動している。友人のミルナー卿は、この頃のアーノルドについて、それは内心の耐えざる苦闘と教師及び市民としての外部活動を結合するものであり、普通の人なら一打すもの人間の能力を費やさせるものであった。そしてこの緊張が彼を殺したのであると回想している。ヘンリー・ジョージの進歩と貧困に関する2回の講義を行った後、 病を得て30歳の生涯を閉じた。このような経緯により、アーノルドは貧困問題に並々ならぬ取り組みを見せていた。スラム街の主催であるサミュエル・バーネットに影響を受け、その解決を、労働者教育とそれに伴う意識の向上、環境整備と位置づけこれを行うための施設を作ろうと試みた。これがセツルメント運動である。しかし、 運動の最中の病でアーノルドは志半ばに命を落とした。その後の1884年、運動を引き継いだ、バーネットの手によりアーノルドの理想を体現するための福祉施設として、世界最初のセツルメント、トインビーホールが設立される。この名称は、当然のことながら運動の発起者であるアーノルドに由来する。そのため、アーノルドは、社会福祉学において、 福祉事業の先駆者として扱われる。アーノルドの死後、1908年にイギリス産業革命誌という大の移行集が出版されている。これは1760年から1840年のイギリス経済史を扱った連続講義の覚書きとアーノルドの手になる新聞記事などを合わせたものであった。イギリス資本主義形成のための歴史現象を指す。 産業革命という言葉を広く知らしめたのは、この著書によってである。自ら収集した統計を駆使し、囲い込みの結果である、マン階級の没落と労働者の貧窮増大を実証しようとしている。アーノルドが歴史家として得意だったのは、文献による実証と社会改革家としての関心を合わせ持ったことであろう。それは、キリスト教社会主義者と心情の上で共通点を持ち、 コールの労働運動研究や党にの資本主義発達史の先行なした。経済学者としては、イギリス古典派経済学の賃金の鉄則や自由放任政策を批判する立場を取った。しかし産業や貧困問題の解決策として、労使協調、階級の再統合を期待し、ケインズのように国家の経済政策について考察を進められなかった。 さらに国際貿易の観点から帝国主義を洞察することなどはホブソンを待たなければならない。アーノルドは中世の社会経済が産業革命によって失われ二度と逆戻りができないことを踏まえラスキンやモリス、カーライルの倫理と資本主義批判を経済学の中に持ち込み社会改良の手立てを模索した。彼はチャーティズムから厚生経済学へと至る。 過渡期の人であった。ありがとうございます。